プリーススカイラインミュージアムは長野県岡谷市の鳥居平山彦公園内にある博物館。1996年に鳥居平山彦公園で開催された旧車ミーティングに集まった日産スカイラインの愛好家たちが美しい眺望と緑豊かな自然に見せられ、この地に自動車博物館をと熱望。その後、スカイラインの生みの親である桜井慎一郎が ここからの眺望がネーミングの由来にリンクすると、博物館設立をバックアップ。そして、1997年4月に愛好家たちと、桜井らスカイライン開発人の思いが現実となり、日本車では初となる単一車種の自動車博物館としてオープン。初代館長には桜井が就任した。建物は岡谷市が所有し、ミュージアムの運営は、 鳥居平山彦公園の指定管理者である公益財団法人岡や文化振興事業団が行っている。プリンス自動車工業時代も含めた歴代のスカイラインはもちろん輸出仕様やレース仕様、先行開発者なども毎年入れ替わりを経ながら展示されている。また、プリンス時代のグロリアやプリンストラックのほか、エンジン、エンブレムなどといった各種パーツも数多く、 展示されている。スカイラインフェスティバル、スプリングフェスティバル、サマーフェスティバル、ワイワイ、フェスティバルと名称は、開催年によって変わるが、年に1から2回程度のペースで、イベントが行われ、トークショー並びに握手会、サイン会のほか、フリーマーケットや屋外展示などが模様される。毎年4月中旬の日曜日11月、中旬の日曜日となっていて、冬季は休業である。 なお、毎週火曜日は休館だが、ゴールデンウィーク並びに、夏休み期間中は、火曜日も開館する。郵便番号394-0055長野県、岡谷市内山4769-14、鳥居平山彦公園内。ありがとうございます。